アン、アックスマイナス13ソナー操縦破棄を釣り下する SH、SH-60FSH3D から釣り、下される、操縦破棄釣り化しソナーに釣り化しソナーを搭載した、型のテストが始まり、1952年までには、これにアン、アックスマイナス4ソナーを搭載した砲 S、法用 2S-1 紹介ヘリコプターが開発されて、対戦線を専門任務とする最初のヘリコプターとなった。 釣り式ソナーを備えた本格的な、紹戒ヘリコプターは、HSS-1 からとされ、1955年より、部隊配備を開始した。SH-60K の HQS-104、ソナー NRL-11、HQS-104 艦上機 NTR-60、HQS-104 掃除破棄。閉過さ、収容状態にある。 吊りカ式ソナーは海面上一定の高度でホバリングしたヘリコプターからソナーケーブルを介して操縦破棄を水中に吊り下して使用する。ヘリコプターの機内には操縦破棄を吊りした、要収するための巻紙機、これを制御するための制御機、音響信号処理を行う信号処理機及び表示機が配置される。吊りカ式ソナーは航空機という 限られたスペースに搭載して使用しなければならないため、小型軽量化が市場命題となっており、このことが官邸に搭載される単身技と比べて性能を大きく制約している。特に近年は潜水艦のターゲットストレングスの低減が進んでいることから、これに対応するために送信周波数の低周波化が求められているが、 一般に送信周波数の低周波化は送受波器の大型化、大重量化につながるため、この二律廃反の解決が課題となる。例えば、アメリカ合衆国のベンディックス社とイギリスの米社が開発したヘルラズでは、送受波器に解散転調機構を導入することで、送波、受波例の大開効化と非使用時のコンパクトさを両立しており、 さらにモザイク型の信号方式を採用することで、従来機と比して10倍の探知距離を達成したとされる。釣り化式ソナーにおいて、低周波化と並ぶ、もう一つの技術的命題が、ティップサイクル時間の短縮化とされる。ティップサイクル時間とは、操縦波器をトレール位置から最大巻き出し位置まで釣り下し、またこの位置から元のトレール位置まで要求するのに要する時間のことで、あり。 これを短縮することで、ヘリコプターの機動力を活かした迅速な創作が可能になる。そのためには、操縦破棄の釣り下、揚集速度の向上が必要となり、釣り下、揚集時の流体抵抗を低減できる形状、安定翼の採用による釣り下、揚集姿勢の安定化など操縦破棄そのものに、関連した技術のみならず、巻紙機の制御技術や、 ソナーケーブルの整列巻き取り技術、ソナーケーブルの強度向上など、幅広い分野の技術が求められる。釣り化式ソナーでは、操縦破棄を水中に釣り下している間は、ヘリコプターは動きが取れず、また釣り下、揚集作業中はソナーによる捜索を行えないという問題がある。このため、最低限2機をペアで投入して、互いにカバーし合うように運用することが望ましい。 釣り貸し器ソナーの他の航空機用ソナーとしてはその部位があり、こちらは多数を同時に展開して広い海域を捜索することができる。しかし特にヘリコプターの場合、搭載できる数が少ないため、使い切ってしまって母艦に戻らなければならない場合がある。これに対し釣り貸し器ソナーは反復して使えるので、この心配はない。また、探知情報の信頼性が高く、 探知、発足の方位、即挙精度が良好なので、近距離なら、ソナーを吊り下げたまま、あるいは巻き上げると同時に魚雷を投下して、攻撃することができる。この場合、魚雷は螺旋を描いて捜索する必要がなくなり、目標に命中する確率が大きく向上する。このことから、アメリカ海軍では、同じ s 1 6 0でも、水上戦闘艦の艦載ヘリコプターとして、 外側ゾーンを担当する SH-60B ではその部位を採用する一方で艦上機として航空母艦の近くで活動する SH-60F には釣り貸式ソナーを搭載して使い分けていたその後両社の後継として釣り貸式ソナーとその部位の双方に対応できるメガ m h z 六十 r が開発されたものの両社を同時に搭載するわけではなく 空母に配備される機体には、釣り化式ソナー、護衛艦に配備される機体には、その部位と任務に合わせて、機材を積み替えて対応している。なお、RA バーク級ミサイル駆逐艦などの一部で、搭載されている案、SQ9-89A15 では、MHz-60R の案、X-22 釣り化式ソナーと、艦の案、 SQS-53 戦隊装備ソナー及びアン、SQR-20 栄光ソナーの情報を統合することで、バイスタティックないし、マルチスタティック戦にも対応できるようになっている。Wikimedia Commons には、釣りか式ソナーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。